シャックです。マッツです。今日のテーマは、これから動きそうな選手のトレード考察。聞いたー、メガネ考察。前回僕らね、トレード噂立ってる選手のまとめお届けしてきたんですけれども、やりましたね。ありがたい話、皆さんが600以上いいねいただきましたんで、ありがとうございます。はい、今日ですね、そこで語っていたトレード考察についてやっていこうかなと思います。やるで。前回ね、紹介した選手一部ちょっと入れ替えてる選手もいんねんけれども、これからね、可能性が高そうな4人について今日やっていこうかなと思いますんで、4人ぜひ今日皆さん最後まで楽しんでいただいて、高評価ボタンポチッとポチ押していただいて、窓の方は忘れずチャンネル登録いただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。まず1人目、ジェラミー・グラントから。イケメン。おさらいすると、年間20ミリオンの契約で、それ自体は来年までお得な選手。もらい時よ。今さ、右手の親指靭帯の損傷で6週間ぐらい離脱が決まってんねんけど、地味やけど重いやつな、うん、ただね、今後数ヶ月後ぐらいには帰ってくるかなというような選手で、前回ね、ブレイザーズとかレイカーズが狙ってる、めっちゃ狙ってるって話してんけども、今日はちょっとそれ以外でね、考察していこうかなと思います。いいね。まず1名、シカゴブルーズ。シカゴブルーズ。ブルーズはさ、言われてる通りやっぱビッグマンが全然足りないっていう状況で、足りません、うん、そこに関して、本来ジェラミー・グラントはセンターではないねんけれども、ある程度リムプロテクションもできて、インサイド、そしてアウトサイド、そしてブージェビッチとのコンビネーションも期待して、ブルーズもね、結構おすすめなチーム。パッケージとしてはこんな感じ。ブルーズがジェラミー・グラント獲得して、ピストンズがパトリック・ウィリアムズ、そしてデリック・ジョン・ジュニア、2022年の1巡目指名1個ゲット。いいやん、デリック・ジョン・ジュニア、いいやん。DJJ もちょっと出したくない選手の一人であんねんけど、とはいえね、ジェラミー・グラント来るならここぐらいは出さなあかんのかなと。出してくれ。そしてピストンズも、パトリック・ウィリアムズは今年はね、出れないけれども、これからがほんまに楽しみな、フォワード型の選手。バッチリ直しててほしいけどね。ケイドとの相性もすごく良さそう。DJJ はウィングとして、ディフェンスの強化、かつ、1巡目指名1個っていうね。豪華やん。っていうようなパッケージは全然可能性はあるかなと思ってます。これなったらブルースすげえスター軍だよね。そう、めちゃめちゃすごいスター軍だ、ね、素人 NBA。 そして2チーム目、フェニックス・サンズ。お、ここサンズもやっぱりそのエイトンと並ぶ、あるエイトンに代わるビッグマンをすごい欲しがってるっていうところがあって、なのでパッケージとしてはこんな感じで考えてきました。サンズがジェラミー・グラント、ピストンズがジェイ・クラウダー、そしてダリオ・サリッチ、ジェイレン・スミス、そして2022年の1巡目指名権、2024年の1巡目指名権。やっぱこういう時ジェイ・クラウダー入っちゃうねんな。入っちゃうよな。いやわ、ほんまは出したくないねんけど。お前で、うん、サンズファンからも聞こえてくんねんけど、そういう声が出てくれみたいなね。サラリーがちょうどいいよね。いい感じに使えんねんな。そう、これで言うとさ、多分ジェイレン・スミスは出されるのがほぼほぼ確定。メガネくん、うん、でダリオ・サリッチも今シーズン出れてないってもあんねんけど、ここだけだとちょっと足りへんわけよね。まあ、いいってなるような、うん、そう。でジェラミー・グラント来るんやったらってなると、クラウダーとかは出されてしまうのかなと。また転職やんか、うん、そして1巡目指名権、これ2個ピストンズゲットできるわけやけど、出しすぎかっていう声も聞こえてきそうやねんけど、サンズって多分ね、今シーズンラストぐらいやと思う、本当に優勝を目指しに行くには。エイトンどっか行くかもしれないしな。し、別にクリス・ポールもやっぱ昨シーズン比べちょっと衰え感じる部分もあるから、言うておっちゃうからな、うん、今シーズン勝負かけなあかんチーム。せやね、うん、なんで個人的にはサンズもね、狙いに行くんじゃないかなっていうのは予想してます。3チーム目、ユタジャズ。あ、スモールボール対策やね。大穴で俺はね、ユタジャズ結構ありちゃうかなと思ってて、ユタジャズがさ、ほんまに今シーズン優勝を目指しに行くためには、今のロスターではちょっとなんか足らへんような気はしてるんよ。同じ感じで負けるかもね。うん、そうそう、行ってカンファレンスファイナルぐらい行って、そんな感じがするわ。そう、なんかあと一歩が足らんような気がめちゃめちゃしてしまってるんよね。同じような攻略されそうやもんね。そう、なのでそこにジェラミー・グラントを加えに行くっていうのは、ジャズとしては十分これ可能性としてありそうな気がしてる。ケージとしては、ジャズがジェラミー・グラントを獲得して、ピストンズがボヤン・ボグダノビッチ、ああ動いた、そして2023年の1巡目、2025年の1巡目指名権1個ゲット。ボヤンの契約って来年までなんで、そもそもそこでもサラリーが削減できることと、ピストンズに今足りない3ポイントはね、ボヤンが補ってくれるっていうことを考えると、指名権2個もらえるんだったら悪くない話かもしれん。せやね、うん、当然他のチームもめちゃめちゃまだまだね、狙うよ、リクエストあると思うけど、個人的にはこの3チームのどっかがめっちゃ熱いのかなっていう気はしてます。皆さんはどう思いますか？シャック的なチームにどう？俺はね、もう覚えてないね。やめとこ。素人 NBA。 ケンバウォーカー。ああ、もう噂の人よ、うん、今大活躍してるんで。超ケンバウォーカーやで。12月24日のね、ウィザーズ戦では44ポイントあったりとか、うわ
12月26日のクリスマスゲームでは10ポイント10リバウンド12アシストのトリプルダブル、トリプルダブル、これ史上7人目らしいね。7人目です。あのクリスマスのトリプルダブルっていうのはメリークリーやかましい。そしてね、見方を変えると今が一番売り出し時っていうのはあるよね。もともとはさ、鍵盤をトレード先、つまりトレードリクエストはどこもないみたいな話は立ってたけれども、今だからこそいろんなチームが問い合わせがあってもおかしくないよね。結果出しましたから、うん、そんな鍵盤が合いそうやなと思ってるチームがダラスマーベリックス。ぽっちゃりルカ様がお待ちしております。まあ今怪我もしてはるしね。ますます超えてるかもしれない。ルカに代わるハンドラーがね、やっぱダラス絶対必要やし、ハンドラーと合わせてあわよくばここでビッグマンも補強しに行くようなトレードをもしダラスが狙いに行くんだったら、ニックスはうってつけなんちゃうかなっていうのは個人的に思ってる。KP さんとルカの控えをね、うん、トレードパッケージはこんな感じ。マブスがケンバウォーカー、そしてミッチェル・ロビンソンを獲得。痩せてきてほしいけど、ね、そしてニックスがレジーブロック、そしてジェイレン・ブランソンを獲得するっていうね。あ、俺ブランソン好きやったのに言っちゃうの、うん、ブランソンって実は年齢高めでもね、25歳。そうやで、俺知ってるよ。しかも今シーズン 15.5 ポイント 5.3 アシストいいね。プレイメイクもできてディフェンスも素晴らしい。堀の浅さに近いものを感じてるから。確かに若干な。たまに言われるもんな。たまにな。そしてレジーブロックがまたもう一回ニックスに戻ってくるっていう、ね、リターン。そしてマブスとしてはプレイメーカーとしてケンバ、そしてミッチェル・ロビンソンもビッグマンとしてね、マブスでまた活躍してってもらうっていう、このトレードは個人的には結構面白いかなっていうのは思ってる。マブスだけで見たらめちゃめちゃいいんちゃうか、うん、2チーム目、メンフィス・グリズリーズ。お、ジャのとこ。グリズリーズもね、やっぱジャに代わるプレイメーカーだったりとか、ジャとあわよくは一緒に出してね、超こういうラインナップを組むっていうのちょっと見てみたい気もしてて、トレードパッケージとしてはこんな感じ。グリズリーズがケンバ・ウォーカーを獲得して、そしてニックスがデアントニー・メルトン、そしてブランドン・クラーク、2022年の1巡目締め切り1個ゲット。俺の推しのクラークが行ってしまう。ニックスはね、やっぱウイングのディフェンスもっと強化していきたいっていうところで、クラークにちょっと期待をしつつ、そしてメルトンもね、バックアップガードとしてはいい働きをしてくれる。そして仮に彼らがダメだったとしても、1巡目締め切り1個ゲットできる。おまけでね。うん。なので、どう転んだとしても、ニックスにとっても悪くないトレードになるんじゃないかなっていう気はしてる。1人を出して3つの保険をみたいなな。うん。そして3チーム目、ワシントン・ウィザーズ。ワシントン・ウィザーズ。なんでちょっとそんな言い方なウィザーズ推しでいこうかな。ウィザーズもさ、やっぱり今プレイメーカーが欲してたりとか、もう少し個で打開できるような、じゃあね、うん、選手がやっぱ絶対的に必要な中で、トレードパッケージがこんな感じ。ウィザーズがケンバウォーカー、そしてケビン・ノックス、ジェリコ・シムズを獲得。めっちゃ獲得できるやん。そしてニックスがカイル・クズマ、ハウル・ネトを獲得するっていうね。これどっちもいい感じになっちゃう、うん、ウィザーズはさ、これでディンウィディに代わるプレイメーカーとしてケンバ、そしてシューターがちょっと足りないね、ケビン・ノックス、そしてインサイドも足りないんで、これからがめっちゃ明るいジェリコ・シムズで、ニックスとしてはウィングとしてカイル・クズマ、そしてプレーメーカーとしてもできるハウル・ネット。これいいんちゃうバランス、うん、なんで個人的にここはね、結構面白いかなっていう気はしてる。俺一番これがお互い幸せになりそう。あ、しっくりきた。お、当然ね、ケンバウォーがここの数試合の大活躍を見ると、ニックスが出さないっていう可能性もこれ全然あんねんけど、ごめん仕事ごめん仕事する。いや、とはいえね、ディフェンスの課題で残り続けるから、出すんだったら今が多分一番いい時期やと思うし。そうね、うん、この3チームが個人的に一番いいのかなっていうのが気がします。そして3人目、エリック・ゴードン。もう誰か戻ってくれ。ゴードンも一部ではニックスが狙ってるかもしれんみたいな話が出始めたり。ほんまか。それほんまかどうか分からんねんけどもうここも信じてない俺、うん、まあ、とはいえね、いろんなチームが欲しがってるっていうのは間違いない選手の一人。ありがとう。そんなゴードンのトレード考察の1目がアトランタ・ホークス。もうなんかチャラいところに真面目なゴードンが言ってしまうよ。ホークスもウイング陣いろいろおんねんけど、どうしても怪我でね、なかなかみんな安定せへんっていうところが痛手としてはある。助けに行くと、うん、パッケージとしてはこんな感じ。ホークスがエリック・ゴードン、そしてダニエル・タイスを獲得。おお、行ってらっしゃい。そしてロケッツがキャム・レディッシュ、ガリナリ、2023年の2巡目指名権1個ゲット。あー、じゃあガリナリはまあうんな感じだけど、ただガリナリはね、来シーズンサラリーが切れるんで。あ、切れる、よかった、うん、めっちゃ高いんな。そう、だいたい20ミリオンぐらいだから、ね、それがちょっとなって感じだね。そう、ただもしシューターとしてやれるんだったら、ロケッツの支えにはなれる選手ではあるよね。負けてほしいけどね。そしてキャム・レディッシュは若手としてね、これからロケッツを引っ張ってほしいし、2巡目指名権も1個ついてくる。デュークゲットよ、ワンデューク。そう、なんで悪くないかなっていうのは個人的に思ってます。そしてワシントン・ウィザーズも候補としては入ってくるから。ここになんの、うん、これはビールが今後残るならっていう前提で考えてはトレードやんけど、最近じゃない方の、ね、ちょっと思い切ったトレードになってます。いいじゃん。パッケージとしてはこんな感じ。ウィザーズがエリック・ゴードン、そ
してクリスチャンウッドを獲得。あ、ウッド行っちゃった。そしてロケッツがダービス・ベルターンズ、カイル・クズマン、デニー・アブディア、2022年の1巡目指名権1個、2024年の1巡目指名権1個ゲット。いや、ベルターンズ買えよ。ベルターンズはね、出さなあかんのよ。八村塁にしてくれ。いや、合わへんのよ。いや、ただその代わり1巡目2個つけたよ。こっちがメインやね。そうそう、なんでベルターンズより、あの、指名権の方が大事。せやな、ベルターンズなぁ。そう、かつそこに、カイル・クズマン、デニー・アブディアなんかも、ディフェンス、エースストッパーなってるから。ここ2人は嬉しいけど。なので、ベルターンズミスっても、指名権でいい選手変えてねっていう。88% ぐらいミスりそうやけど。またロケットが打ち下がるっていう。でもな、10% ぐらいで奇跡起きるかもしれないからね。うん、そして3チーム目、パラスマーブリックス。動いてくれ。やっぱ外からのシューターもうちょい欲しいっていうのがあって、パッケージ女子は、ダラスが、ね、エリック・ゴードン。そしてロケッツが、ドワイト・パウエル。そしてジョッシュ・グリーン、2022年の1巡目指名権1個。おーパウエルもインサイドとして機動力あるフォワードとしてやれるっていうのと、ジョッシュ・グリーンはね、指名順位こそ高かったけど、ちょっと今マブス干されつつあるんで、活躍規定してくれたらええねんけどね、うん、ダメでも1巡目指名権1個ゲットできるから、また若返ると、うん、だから実質エリック・ゴードンと指名権の交換みたいな感じかな。あとはサラリー合わせになっちゃうと、うん、パウエルは爆発したらめちゃめちゃいいって感じ。全員2人とも爆発してくれたらいいよ。どのチームでもよ、爆発してくれたら。あ、せやな。ゴードンもね、同じく他チームからめっちゃ引く手あまなんで、ラストワンピース候補よ。うん、どこが来るかっていうのはあんねんけれども、この3チームもすごい面白いような気はします。そして4人目、ディアロン・フォックス。マックス・フォックス。フォックスもね、ちょうど今噂が立ち始めてる選手の一人なんや。マックスになったのに、うん、そしてキングスが動くんだったらフォックスの大きなアセットとして動かしていくっていう可能性があるっていう話がちょうど今言われてます。そんなフォックスが動くんだったら、シクサーズは狙い目になってくるのかな。大きだ、今苦戦してますよ、うん、パッケージとしてはこんな感じ。シクサーズがディアロン・フォックス、そしてバディ・ヒールド、2022年の1巡目指名権1個ゲット。そしてキングスがベン・シモンズとダニー・グリーンを獲得。ついにベン・シモンズ動かせたよ。ついに動かせた。まあ、キングスはベン・シモンズでね、もう一回頑張っていくというか、頑張ってほしいねこれは、うん、そしてシクサーズもプレイメーカーのディアロン・フォックス、シューターのバディ・ヒールド、1巡目指名権1個。これいいんちゃう。シクサーズ、シクサーズ側としてはさ、1巡目指名権3つ以上みたいな話も言われてるけど、なんとか交渉して1個にしてもらう。頑張ってもらってね、うん、懸念としてはマキシーとのフォックスポジション被ってしまうんで、ここはどうかってもあるけども、このトレードは個人的にはちょっと見てみたい気がする。キングスもベン・シモンズがね、頑張ってくれたら嬉しいんちゃう、うん、そして2チーム目、ニューオーリンズ・ペリカンズ。ここも大変よ、うん、間違いなく将来のね、方向性がわからんような中ではあんねんけれども、パッケージ上司はペリカンズがディアロン・フォックス、キングスがブランド・イングラム。シンプル、もう超超どっちもマックス選手の契約。やりやすい、うん、ペリカンズはさ、もうイングラムとザイオンの共存でもう難しいと思うから、どっちみちザイオンどうなってるかもよくわからんからな、うん、なんでそれだったらザイオンのまだ合いそうなプレーメーカーのフォックス、そしてキングスもおそらくね、こうなるとハリソン・バーンズも出ていくような感じになると思うけども、イングラムを中心にまたチームを作っていくっていうね。花が入るね、キングスに、うん、ただイングラムも勝てるチームでその人やってほしいなって思うんだけど。もう心折れるよ。そうそう。そして3チーム目、ニューヨークニックス。来ました。個人的にはこのトレードが一番推しです。推し。ニックスがディアロン・フォックスを獲得、そしてキングスがエヴァン・フォーニー、 RJ バレット、オビトッピン、2022年の1巡目指名権1個ゲット。まあまあいいの出しちゃうやん。フォックスぐらいになると多分出さない。あかん。うん、ニックスもやっぱプレーメーカーかつディフェンスもできる選手が必要の中で、ニックスがね、本当にもう RJ バレットを出すっていう結論するんだったら、あら、こういうトレードはね、起きる可能性十分ある。ワンデューク失うよ。デューク言いたいだけなんだけど。フォックスを出すってなると、もうイコールキングスがまた再建に入るっていうことでも同義なんで、キングスファンしんどいって、うん、もう何十年待ちゃええねん、わしは。おいおいおいみたいな。ただね、もし動かすんだったらこういうトレードは十分起きるかなっていう気はします。以上、ここまで GM メガネのトレード考察について話してきました。メガネ、あなたはどのプランが一番いいと思いましたか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そしてこの動画おもろかったとかためになったと思っていただければ、まだチャンネル登録いただいてない方はこの機会にぜひチャンネル登録ボタンポチッと押していただいて、明日以降僕たちこういう動画配信するので楽しみにお待ちください。ほぼ毎日更新してます。そして最後におもこめ、今日のおもこめは何？今日はですね、前回ありましたニックスが今後どうなるのかいから、サムライさん、おお、切られるで。 NBA で活躍したいならコーンローをしてみろ。俺はできないんだよ。コーンローがヒゲを生やすっていうね。二択ね。タトゥーな。せやな。こんな感じで毎回いろんなおもろいコメント発表してますんで、今後もぜひおもコメ書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ロケッツにいいトレードどうなるか